柳田邦夫、野草雑記、野鳥雑記、01、野草雑記より抜粋。この2冊の小さな本のように、最初思った通りに出来上がらなかった書物も少ない。私は昭和2年の秋、この北見の山野のくぬぎ原にわずかな庭を持つ書斎を建てて、ここを一茶の言う対の住処にしようという気になった。あたりはまだ一面のすすき尾花で、東西南北にはおのおの2、3本の大きな松が見え、風のない日には小鳥の声がある。身の老い、心の静まっていくとともに、久しく思い出せなかった少年の日がよみがえってくる。私の生まれ在所も村であったが、家が街道端で、この辺よりは立て込んでいたために、山に入らぬといろいろの鳥は見られない。里にいるのは無数のスズメばかり。トビとカラスのほかには空を横切るものがなかった。ガンもクイナもホトトギスもすべて歌徘徊と版画とによって知ったのである。これに反して野の草には友達が多かった。それがこの丘の周りにも群れをなしてはいるのだが、幼い頃に見たのとはどうも様子が少し違うということが、一段と昔を忍ばしめたのである。例えばスズメの毛やりなどは、私らが抜いてもてあそんだのは、もっと茎が長々として花の房が大きく、絵にある行列のお供のやりとよく似ていた。母子草もこちらのは餅に出るほどにもふっくりと伸びず、小さなうちにもう花が咲いてしまうのは風土のためであろう。スミレばかりは関東の野の方が種類も多く、色もずっと鮮やかなように思われるが、タンポポもまたゲンゲも花がやや少なく、かつ色が寂しい。ただその埋め合わせに、のぼけとか山吹とか、ふるさとで覚えていないさまざまな花が、この野の春色を豊かにしているのである。昭和3年の初めての春は楽しかった。もしも幸いにこの家に10年何事もなくて住み続けることができたら、草の話を小さな一家に集めて、子供や古い友人に読んでもらおうと思い立ったのも早いことであったが、まだその時には野鳥雑記には考え及ばなかったのである。鳥は旧友川口孫次郎君の感化もあり、小学校にいた頃からもうよほど好きであった。13歳の秋から下総の田舎にやってきて、虚弱なために2年ほどの間、メジロやヒワを取ったり飼ったりして暮らした。モズと戦ったこともよく覚えている。雪の中では南天の実を餌にしてヒヨドリを捕まえたことも何度かある。ヒバリの巣の発見などはそれよりもずっと早く、おそらく自分が単独に成し遂げた最初の事業であって、今でもその日の胸のとどろきが記憶せられる。小鳥の嫌いな少年もあるまいが、私はその中でも出色であった。川口君の飛騨の鳥、俗飛騨の鳥を出版して、それを外国に持って行って毎日読み、人にも読ませたのは寂しいためばかりではなかった。少なくとも私の鳥好きは持続している。この絹田の新村の初期には、野は満目の麦麩であり、空は未明からひばりの音楽をもって覆われていた。それが春ごとに少しずつ遠ざかり、また少なくなっていくのに心づいて、だんだんに外へ出て鳥の声を求めるような癖を養わずにはいられなかったのである。そこへ差して現れてきたのが、野鳥の会の中西五道君という無双の鳥好きと出会った。私は50年も東京にいながら、まだ中国の動音が抜けきらないほど耳が悪く、また口真似が切であるが、中西氏はその正反対で、したがってまた鳥の名を教える名人でもあった。あの早起きと見客とにはついて歩けぬので、ほんの通信教授みたいな指導しか受けなかったが、
それでも少しずつ新しいことを学んだ。第一には、うちの近所の木にも存外いろいろの鳥が遊びに来るということ。次には、子供の頃に覚えたと思っていることにもかなり間違っていた点が多いということである。元来私は早合点をするたちだから、今だってもまだ誤解があるかもしれないが、とにかくに気をつけたり思い出したりすることがこれでまた一つ増えたのである。私の家では、初めには庭に何用門を植えない主義であった。木は門を出ること数歩にして松でも何でもある。草は抜けきれないほどのいろいろなものが生える。どんなものがまず生えてくるか見ようと思って空き地にしておいたのだが、あまり土ぼこりが立つというので芝を張った。そうすると、その隙間から顔を出したのが隣の地面からの根笹の芽であった。これは捨てておくと笹原になるからハサミで切った。その次には、職人が食べて放ったかと思う梨の芽生えが2本、松が1本と片隅にネムの木とが生えた。これだけは約束だから成長に任せ、もうその後は構わずに置くとよかったのだが、春になって気が変わって梅をたった1本竹垣の近くに移植したのがやみつきで、秋はその隣へ小さな木星とサザンカ、安行からは冬柿の若木が来る。生けておいた丹波栗が芽を出す。なんやらかやら皆大きくなり、おまけに隣地のヒノキまでが林のように茂ってきて、目隠しには良いが日陰が多くなった。幼なじみの草などは大抵は十分な日の光の中で育つものばかりだから、こんなところには見切りをつけてずんずんと野外に退却してしまい、家の周りには嫌な草ばかりがはびころうとする。雨でも降り続いて五六日も出ずにいると、すぐに化け物屋敷のようになって心までが荒びるので、近年は草取りが夏秋の日課になってしまった。人も草取りを日課にする年になると、もはや少年の日の情愛を持ってこのものに対することができない。この変化は相応に寂しいものである。私は今も草取りによって少しずつ学んでいるのである。おかしい経験は、人とこの話をしてみたいと思うのに、大抵の場合は草の名を知らない。金田一春彦君が2夏続けて隠しに植物図鑑を入れて教えに来てくれた。庭や門前のわずかな面積にもう30種に近い雑草が数えられる。それにいちいち名があったことがむしろ不思議なくらいに私には感じられた。これが日本の植物学の進歩なのであろう。黒田水山の古名録というような最も綿密な本草書を見ても、まだその中に掲げていない草がだいぶあって、それにも立派な標準語がついている。今度の国民学校にも頼まなければならぬが、私の野草雑記も働かずにはいられない。ただそれには10年が少し短すぎたというだけである。小鳥の方でも実情はこれとよく似ている。私は近年の方言集を漁って、かなり数多くの草と鳥の名を比べてみたが、多いのは一つのものの異名のみで、その種類は不思議なほどにも限られている。久しくこういう話題の管理を少年の手に委ねてしまって顧みなかったということも原因の一つかもしれぬ。もしそうだとすると、今になって少しばかり木陰で草をむしり鳥の声に耳を傾けようとしても、急にそう新しい経験を得られるのもやむを得ない。それにまた、彼らの社会にもやはり免れがたい生活の変化があって、古い約束などは守っていられぬようである。草に外来の新種がいくつか加わり、または遠くから引き移ってきたものがあって、それが案外に幅を利かしているように、鳥にも新たなる危険が多く、もう以前ほどは友情でなくなっている。シジュウカラでもヤブウグギスでも来たかと思うとすぐに行ってしまって、
遊んでいようとする心持ちが少しもない。ことにほうじろなどはさえずりまでも変えたらしく、なんだか一年ましに歌の声が短くなって、一筆形状つかまつり候などとは聞いてもらえそうもなくなった。現在残っているいくつかの鳥の昔話はどれも皆あの挙動や鳴き声の写実味に根ざしている。もしもその根拠が揺らぐようだったら、あとは幼い者までが印象を拒むことになるであろう。新たなるものがいまだ生まれず、古い心持ちはまず消えようとするこの寂しい過渡期に、ちょうど世に出ていく記録だということが前から少しでも分かっていたならば、まだ若干の用意もあっただろうに、私はようやくこの頃になってそれに気づいたのである。いかに暇人の漢字業であったとは言っても、あまりにその散漫であるのに私は恥じている。今一つの思いがけぬ滑稽は、この住宅地の周囲の光景がこんなにも変わっていくものとは私は考えなかった。家を移した当座の数年は、2階の寝床からはるかに多摩川対岸の丘が見えた。その頃はまだ目も良かったので、いつとなく森や樹木の形に親しみを持ち、何度か目標を決めて川を渡って訪ねて行ったこともある。西の窓からは国境の連山がよく見えて、右の端は秩父の武甲山に大菩薩、一度相模川の流路でたるんで道志、丹沢から大山の尖った峰まで、雪が来たり雲がかかったり、四季時々の眺めには心を光るものが多く、小鳥の去来ということも終始これと結びつけて考えるようになっていた。それが一方は、近くに高い家が建ってたちまち見えなくなり、一方は樹木が一体に成長してわずかに葉が落ちてからちらちらと隙見をするだけになった。南の正面には高い松の木が2本あって、春は黒つぐみや小樹形が来て鳴いた。2本合わせるとまことに良い格好で、月があの方角から出るのだったらなどと評判をしていたが、ある年の火事にあってその1本が枯れて切られ、残りは一向にくだらぬ木になり、鳥もまただんだん来なくなった。竹荷草の目の覚めるような美しさを見せた西隣の空き地は、ほどなく土が古びて再びすすきに占領せられ、今年はいよいよ隣組が開墾して大根をまいてしまった。こんなに変わってしまうものなら、あの頃写真を撮るかスケッチをしてもらっておくか、自分で絵を学んでもまだ間に合うくらいであったのに、何もしないで10年も経ってしまった。今頃どのようにその噂をしてみても、それが自分の感じていた通りに描き出されるわけはないのであった。一度こういった記念の書を出そうと思い立って、それにいつまでもとらわれていなかったら、あるいはもう少し安らかな人を楽しましめる雑記ができたかもしれぬ。私のすることにはいつもこんな失敗が多い。